皆さんこんにちは投稿です皆さんはご存知でしょうか大きな会議が終わるたびに中共は必ず全国を動員して党首の重要な演説と精神を真剣に研究し実行させています例えば先日の領海閉幕の際習近平氏は多くの演説を行いましたが党メディアでは党首の重要な演説や全国人民代表大会の精神を真剣に勉強して実行する というような報道が盛んに行われていました。学校でさえも、それらを研究し、実行しなければなりません。あたかも、党首の演説や党の会議が聖書のように、仕事や生活のあらゆる面を導くことができるかのようです。中国にいるものは、そうやって育ってきたのですから、当然だと思うかもしれません。しかし、海外にいる人たちにとっては、とてもキーで異常なことに感じられるでしょう。<music>